すごいビッグルームの方が集まりすぎとって、なんか私ちょっと気があれなんだけどね、なんかさ小心者やからさ、なんか大丈夫かなみたいな、なんか私なんかが行ってみたいな気も、なんかビビって行けんくなったの、ビビっちゃって、ビビっちゃって、ビビっちゃって、でもすごく尊敬してるルームなんで、ほんまになんかリベ中とかこっそりいつも行って応援とかしてますよ。悩んでる暇があったら部屋片付け、確かに、じゃ片付けながら悩んでる。いっちゃん牛、そう牛、牛とか飼ってた。どこちゃん、金さん音楽ハード、確かに髪はねす、ほんまにはねはねやんな、髪髪。ゆうちゃん挨拶、あゆうちゃん、あゆうちゃん来てくれた、ありがとう、お疲れ様、ゆうちゃん、ゆうちゃん、ゆうちゃんありがとう。待って、どこまでなんだっけな、でもね一回しか見ないよ、絶対歩けないって意味だよ、おしまい。待って、泣けるねえ、泣けるちゃうくん、すがき、ありがとう。待って、めっちゃ好き、ちゃうくすがき、ちょ音楽怖いのやめよ、音楽怖いのやめよ。よし、いーちゃんもありがとう、かずくんって、へっていーちゃんが、あんたアホですか、駅にいるやつとかを料理するわけそうなんですか。待って、でもさ、鳩ってさやばいって言うわ、なんか羽がバタバタしているのに近づくだけでもうめっちゃ大腸菌やばいって言ってた。最近食べながら言うよ、言う女、イエーイ仲間ありがとう。小心、そう小心者なんですよ、なんかさ、そうなんかは、なんかそうなんですよね、行くルームももちろんいっぱいあるんです、行かせていただいてるルームもあるんですけど、なんか配信者さんがどう思ってるんかなとかすごく考えちゃうんですよね、なんか宣伝って思われて嫌だなとか、まあ配信者あるあるなんですけど、宣伝なんか普通に素直に、私結構好きなルームに行かせていただいてて、好きなルーム、尊敬してるルームとか、なんかさ、で尊敬しててめっちゃ憧れなんですけど、なんか宣伝に来たなみたいな風に思われたくないってのあるんですよ、どうしても。だからいつもこっそり応援に行ったりとかしてる。最近食べながら言うね、初心者かも、みーちゃんごちそうありがとうございます、ビビるんちゃうね、どいつもみんなごめんちゃくるもん、そうなんもん、じゃあまた行かせていただきますね。でもほんまに最近仲いいルームがめちゃくちゃ多くて、回りきれてないのはあるんですけど、実際にそう、なんか本当にありがたいことに、今日も配信者さんも5人ぐらい来てくださってありがとうございます。竹丸さん一周ありがとうございます、一周追加ありがとうございます、竹丸むちゃんルームからいつもありがとうございます、ほんまに。クロさん仲間イエーイ、シャドウさん50ありがとうございます、シャドウさんヤホヤホ、ハト人間、今度じゃあハト人間配信、紙芝居作る、ハトと人間の融合、なんちゃん返しありがとう、なめこしもありがとう、あと10分ぐらいで終わります、大チョキ大チョキ大チョキ、そう大チョキ、ゆうちゃん大チョキ、それは公園とか人気ね、毎日目にして触っちゃう可能性があるから、あ、そうなんですか、じゃあ綺麗に飼ってたら汚くはないんですか、えとか言って、なめこさんありがとう、お兄ちゃんなんでそんな控えめなフルなん、お兄ちゃんフルコンさんありがとう、お兄ちゃんありがとう、お兄ちゃんありがとうございます。ちゃんとどこまでできな、もうお兄ちゃん本当に朝もこの時間もありがとう、お兄ちゃん、お兄ちゃん惚れていい惚れていいですか、ちょ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 、体調筋、体調筋ちゃん、ちゃんと鳩農家があってそこのやつを調理して、あ、そうなんですか、鳩農家やばい、鶏じゃなくて、まーさんありがとうございます、ちゃんまーちゃんおかえり、会社の関係で半周だけでありがとう、まーちゃんありがとうございます、まーちゃんありがとう、ほんまにあもんちゃんそれだけじゃないけどね、あもんちゃんありがとう、ごめんなさい、もうなんかいろいろちょっと通えたり通えんかったりで、だまれさんそうやろって、そうなんですか、まーちゃんいくちゃん帰りって理由もなしに来たわけそうなんですか、じゃあ私ドブネズミ飼いたいんけど飼っていいかな、なんか普通にでもさハムスター飼いたいんですよ、私ずっとそれが夢で飼ってたんですけど昔は、でも今最近飼えてないからハムスターを飼うのを目標に頑張って今生きてる。種類で決めるのはあかん、引くとか引くまで言わないで、引くまで言わないで、マジックで汚れすぎ、そうやねん、これ帰ってきてめっちゃ急いで帰ってん、これ私これさ今日7時6時半ぐらいに家着いてちょっとだけあのルーム回ってでこれを20分で書いた、私褒めてほしい、その頑張りの印がこれ、
頑張りの印。ヌートリアって何？ヌートリアって何？ヌートリアってハムスター？マヌリン欲しい。なんかハムスターのなんか動く犬のぬいぐるみとかあるやんか。あれ買おうかなと思って。ドブネズミはバイキン持ってくるやめて。ドブネズミ買いたい。めっちゃ可愛い。なんか仕事場のゴミ置き場になんかネズミがよく出るんですよ。出てたんですよ。めっちゃぶっとくて、普通のネズミってこんぐらいだと思うんですけど、こんぐらいのネズミがおって、めっちゃデブくて、もうトソロみたいでめっちゃ可愛くて、めっちゃデブやから逃げるのも遅いんですよ。なんかこっちが見つけたら逃げるの、シュッて逃げるんですけど、おデブちゃんので、ね、逃げるのが遅くてヨロヨロヨロって逃げてて、めっちゃ可愛くて捕まえて飼いたいぐらいやねんけど、オオネズミ、オオネズミ飼いたい。ねえ、オオネズミ飼いたい。誰か飼って配信してほしい。誰かね、オオネズミを飼って毎日配信してほしい。ちゃんとシャワーする、シャワーする、大丈夫、任せて。誰も綺麗なドブネズミ持ってないの。そうなんですか。ドブネズミマジで飼いたい。セミ、しなめこし、セミコース、ありがとう、ありがとう、なめこし、ありがとうございます、ありがとう。なめこしも皆さん大好きな大好きな配信者さんです。あきひとち来てくれてありがとう、ありがとう皆さん。ちなみに俺のルームバニタルームか、マイカさん宿泊の、あ、そうなんや、モンちゃん、アモンちゃんだってめっちゃ帰ってるもんな。まんちゃんダブネズミみたいに、サブちゃんうちの前で、何その客、バンちゃん、サブちゃんうちの前で旗からしようみたいな、白いサギみたいな、あ、そうなんや。やっぱ海外ってさ、日本と住んでる動物全然違いそうやんな。フロリダって何がおるんやろ、カンガルー、あ、それオーストラリアかな。フロリダって何がおるん、あきひとってありがとう。腕にモンモン、腕にモンモンって何で、モンモンって何ですか。違う、ボンボンって ヤンキーみたいなやつ、違います、違います、ペンです、これ、筆ペンがついたんです。筆ペン書いてるってね、チチチチチチって、コンちゃん、コンちゃん、美しくなりたい、さっきの紙芝居やもん、美しくなりたい。ボンボンって何、ヤンキーってこと、三段バラ、こら、誰が三段バラや、誰が、あ、待って、やちゃまるさんや、今日の朝出会ったやちゃまるさんや、待って、やちゃまるさん夜も来てくださってありがとうございます。もうやばい、こんちゃんとやちゃまるさんゲットだぜ。もうめっちゃ嬉しい、ありがとうございます、この時間も来てくださって、可愛いのやき、しかもツイッターのフォローもありがとうございました。やばい、めっちゃ嬉しかったです。待って、やばい、テンションがってきた、やばい、まんちゃんとめでて見ていた、ミキとおむじりのゲームでも嫌いだった。なんでドブネズミ可愛いやん、バンちゃん、リンダリンダ、あ、リンダリンダの曲、今日は前です、ちゃんとあります、前、ナミコさんありがとう、結婚できるそう、結婚できるはず、大丈夫、安心して、みんなが結婚してくれるから。シシガのこと違います、私そんなにオラオラ系じゃないから。そう、ゆうちゃん爆笑、そう、キヒタチ、バンちゃん来てくれてる今、バンちゃんこんな人誰ですか、ドブネズミの人わからないから、確かにドブネズミって、でもネズミってさ、ミミズとか食べされるの、ゆい超絶反応って何、ゆいさんって方が来てくださってるんかな、来てくださってるんかな、あれ配信者さんかな、ありがとうございます。あ、はじめまして、橋本慎吾さん、あ、違う、橋本さんじゃない、なんて読むんだっけ、高木慎吾さんかな、慎吾さん、はじめまして、コメントありがとうございます、よかったら仲良くしてください、毎日配信してます、ありがとうございます、初見さんですか、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。こなつさんはさ、ねえ、ちょっと待って、こんちゃん、こんちゃん、こんちゃんよくない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 、こんちゃんは紳士だと信じてた。三段バラじゃないです、ダイエット中、あ、緑茶さん、あ、緑茶さん、待って待って、桜さんルームの方ですよね、ありがとうございます、緑茶さん、ありがとうございます、来てくださって、ではこれでうちの、あもんちゃんお疲れ様、ありがとう、ありがとう、玉ねぎさん、血流、血赤だって、入れ墨じゃなくて、あ、
刺繍入れ墨、入れ墨じゃないです、ほんまに違う、ほんまに違う。今日は前、今日も前、ファちゃんと自分生の動物は飼い主になれないけど、あーなんかでも飼ったあかんって言うやんな。なんか私スズメ飼いたくてさ、小学生の時に日記でスズメを飼いたいですって書いたら、なんか先生にめっちゃ怒られたもん。飼ってはいけない動物です、ドブ女こら誰がや、入れ墨じゃない。ゆいちゃんって何、タンポちゃんフラミンゴ、フラミンゴがいるしけど、あそうなんや、見たことないんですね。でも私鹿児島生まれなんですけど、鹿児島で生イノシシとか見たことある、親子連れの。カッパピアさんはじめまして、お日様ありがとうございます、はじめまして、ありがとうございます。ゆいって、あ、バンちゃんゆいって呼ばれてるんや、うせやん、初耳、バンちゃんゆいって呼ばれてるん。のばしはネズミが増えて困るから猫を町に話したみたいな小さな話よく、あそうなんですか、あそれでなんか野良猫が多いんや。カリツムエンさん、やっほー、来てくださってありがとうございます、嬉しい、いつも覚えててくれてありがとうございます。野村さんもありがとう、回収。どこだか、橋本、あ間違えました、じゃ間違えました、橋本に見えたんです。高木さんで合ってますか、橋、わしぎさん、高木さん、高木さんで合ってますか、間違えました。長兵、長、野村さん、長兵、長病現金、長病現金なんですか、髪ガサガサ、こらほら、なんかでも髪くくってるからさ、変なとこで肩ついてる。野村さん、会社ありがとうございます、ほっぺにビビかさ、こらこら、誰がデブや。スズメ、スズメ、こなちゃんひどい、ごめん、バンちゃん、バンちゃんはバンちゃんやからさ、の、のぼれさん、薬すぎは、薬すぎって何、薬すぎって何、焼きすぎ、薬すぎ。リクチャさん、ご注意ありがとうございます、存じてますよ、リクチャさん、私結構お見かけしたことあります、なんかめっちゃ知ってる、勝手にめっちゃそう存じてます。で昨日さくらさんルーム行って、あ、緑茶さんおるって思って見てました勝手に知ってます、私勝手に知ってるリスナーさん何人かいるんですよね。そうなんか、もうありがとうございます、聞いてくださって。シャルマンで全然前、断然バンダイさんだけど、やんな、バンちゃんはバンちゃんやもん、私バンちゃんと友達なんですよ、リア友なんですよリア友やねんけど、あのそう、事務所が前一緒だったことがあって、めっちゃ前だから、でもその時もみんなバンちゃんって言ってた。あ、いろはさん、ありがとうございます、いろはさん、ありがとうございます、いろはさん、配信者さんです、いろはさん、お兄ちゃんのあれですよね、ありがとうございます、いろはさん、いろはさん、皆さんよくぜひいろはさんルームもよろしくお願いします。汚いかな、いろはさん、ありがとうございます、こりつさん、会社ありがとうございます。焼きすぎ、焼きすぎってどういうこと、でもちょっぴりドブ、ドブネズミめっちゃ可愛いやんな、めっちゃ可愛い、もうなんか逃げるとことかさ。挨拶ありがとうございます、カッパピアさんもいっぱいお星もありがとうございます。屋久島の縄文杉、あ、そうなんや、よく分かれへん、屋久島ってなんで知ってる、屋久島って私のお母さんのおばあちゃんがいるかも。なもさん、焼き島とかごし、なんで知ってる、なんで屋久島知ってる、やば、多分屋久島私近いと思う。りょうくん、りょうくん、お星様ありがとう、りょうくん来てくれてありがとうございます。なんちゃん、うわーって、焼くすぎ、焼くすぎ、ほんと言ってないよ、先生とかゆいかだと、そうやったっけ、確かに私だけバンちゃんって言ったな、ゆいか先生懐かしい、ありがとうございます。ねくちゃさん、私はまたさくらさんルーム行かせていただきます、ありがとうございます。ありがとうね、そんでもないです、あきひとち、私もここからゆいちゃんって呼ぶかな。カッパピアさん、はじめましてですよね、ありがとうございます。お星さん、また50話ありがとうございます。あ、初見さん、待って、皆さん、サクサ、あ、もう騙された、カッパピアさんはマネブーちゃんです、皆さん騙されちゃダメです、初見詐欺来ました、もうほんまにやめて騙すの。みんなあきちゃんって、カナさんは天然、天然じゃないですよ、めっちゃ普通、めっちゃ普通。おばあちゃん住んでらっしゃるのってことある、屋久島、私多分めっちゃ行ってた前、屋久島とか桜島とかあの辺じゃない、なんで知ってる、静かに並び始めた、静かに並び始めた、誰が、タンパちゃん、返してありがとうございます、ありがとう皆さん、ほんとこの人小さいから大変かしま、いや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 、実際私実際、久しぶりに、ねえこりつさん、前のイベントもお世話になりました、もうめっちゃ嬉しい、もういつもありがとうございます、もうなんか覚えててくださるのがほんまに嬉しい、なんかやっぱりさ、もうめっちゃ嬉しい、私は元気です、こりつさんは元気ですか、こりつさんは元気ですか、なんかほんまにやっ
かイベコメントも普段通常配信は来てくださる方もいっぱいいて、イベントになったら必ず駆けつけてくださる方もいっぱいいて、もうほんまに嬉しい、もう大好き、ありがとうございます、頑張れる私。いやほんまにカッパビアさん、やめて騙すのやめて。もうこの初見さんが来てくださった喜びからのこの脱落。かなちゃんとしかしげちゃんはおばあちゃんだったかな。しげちゃん懐かしい懐かしい、しげちゃん元気かな。めっちゃ身内ネタやけど、ぱちゃん前に小さい猫のドブネズミ猫ぐらい、やばい。なんかでも渋谷とかさ、なんか渋谷とかの料理を、落ちた料理とかを食べてるから、めっちゃ巨大なネズミがいっぱいいるらしい。それめっちゃ見てみたいねんな。でもさ、全人々が全国から行くとかで、あ、そうなんですか、屋久島って有名なんかな。本当はたんぱちゃん、石田さんってあなたの番ですが面白い。ドラマですか。見てみよう、私もいいか、読みしてすいません明けひとつ、いいか。だまちゃん有名な屋久島とか桜島、あ、そうなんや。ねえ、かっぱみやさん、ほんまにやめて、まねべちゃん。小倉島って何、たまねぎちゃん、それ今作ったやろ。こんどんちゃん来てくれてありがとう、お疲れ様です。あきひとちゃん、こんなつもりを見せた。確かに。あきひとち。ワンちゃんはさ、あきひとさん、あきひと、私ずっとあきひとさんって呼んでて、ワンちゃんあきひとって呼ぶ人じゃないあきひとって、私もちょっとそれが羨ましくて、でも呼び捨てしづらくて、あきひとっちにした。あきひとっち。でもさん、外出して外会話してます、毎日、今日も接客してきました。いろはさん、ご自由ありがとうございます。いろはさん、配信者さんね、ありがとう。しげちゃんで、しげちゃん元気かな、懐かしい。あと誰おったっけ、なんかさ、ショールーム配信してるなんか方とかおったやんな、アイドル。なんかしげちゃん含めてさ、ショールームで配信しなかった私がショールームやる全然前、なんかやる前に、イベントないとき来るけどね、ゆうちゃん、それもすっごい嬉しい、ありがとう。なんかもうやっぱ通常配信も来てもらえるのめっちゃ嬉しいし、イベントでも駆けつけてもらえるのもめっちゃ嬉しいし、皆さんありがとうございます。クロさん、開始ありがとうございます。残り2分更新する、ほんまにめっちゃ早い、更新する。でもどうしよっかな、みんな終わろっかな、更新どっちがいい、ちょっともう終わろっかな、どうしよっかなマジか。小倉島って知らん、知らん。ご両親やご家族とか会話してたけど、私分からんねん、地名とかなんか頭に入ってこへんからさ。でも多分私が住んでたところは肝付郡ってとこ、鹿児島県肝付郡なんとかかんとかってところに住んでた。タップのゲームで死んでほしい人のまね、皆さんの髪を1枚取る。そういう系めっちゃ好き、バイオバトルロワイヤル系かな。見よう、それドラマ、やばい、最近テレビ見てへんねん、ほんまに、ショールームばっかりやってて、やばい、見る見る見る、絶対見たい。チャークスガッキーもありがとう、アキートッチありがとう、愛よく見てる花束ありがとう、アキートッチ。買うときない、間に合わないわかる、私も PC じゃないと買うと試合人やから、気使わんで、アキートッチありがとう、ほんまに。私とアキートは呼び捨て試合の中なんだよ、ふふふ。もうずれちゃったな、ラブラブなんだ、入れてよ。絶対話出てるはずは、そうやねんけどさ、あんま覚えてへんねんな。パチャクナさん、やっぱりハムスター、やっぱりハムスター買おうかな。ピッカラピンさん、は、始めました、は、は、始めました。なめこしやん、絶対なめこしやん、もう初見詐欺、ほんまにやめて、ほんまにやめて。小倉島って読めへんの、小倉島かわいいでしょ、かわいいでしょねえ、そんなことないから、結構ビシバシなんか殴られて生きてきたで。一体デパちゃんありがとう、花さんとかは関係ないよね。小倉島ってどこ、大阪、鹿児島。超クッソガッキー、皆さんありがとうございます。秋日どっち、愛ではない。なんだ、入れてよ、ちょっと私も入れて。なんかちょっとほんまに、前いつも私さ、みんなに言ってんねんけど、秋ひとっちはほんまにみんなに愛されてて、もうみんなで取り合いよねワンちゃんだけじゃなくて、他の配信者さんもみんな秋ひとっちが大好きで、みんなで取り合いしてる。秋ひとっち絆だよなほら、もう取り合い、もう取り合い、マヌリ爆笑、マヌリ。小豆島って、あ、聞いたことある、トリチさん回収ありがとうございます。小豆島って聞いたことあるかもしれん、天然かな、なんでや、失敗じゃあ終了する、終了します。落ち着いてるやんな今。あ、生涯高岡桜の太郎さん、太郎さん、桜さんルームからカウントありがとうございます。本当にあれめっちゃ来ていただいてありがとうございます。なんかなんやかんやさんが
言ってたからノリで言っただけなんですけど、めっちゃあり皆さん優しい、ありがとうございます。私もまた行かせていただいていいですか。ありがとうございます。孤立さんも回収ありがとうございます。お疲れ様、終わりで、じゃあそろそろ終わります。皆さんの今のお星様とカウントが終わったら終わります。マヌリンもありがとう。何バナージちゃん、なんでコドラゴちゃんじゃん、待って、入ってきてよ会話に。なんでいつも潜るみんな、なんでみんな潜るんと思って、寂しいやんか。てかほんまにさ、待って、ほんまにラブビッチさ、この次病にかかったから行きませんみたいな言って冗談かと思ったらほんまに来てくれへんねんけど、めっちゃ寂しいなんてこった、みんなね、みんななんてこった、コドラゴンちゃん潜りに寂しい、なんてこった。終わりで、カシマ先お疲れ様で、秋ひとっちゃんありがとう、お疲れ様。桜さんルームから太郎さん50ありがとうございます。私もまた行かせていただきます。何バナーディちゃん、私も好き、バナーディちゃん好き、ピヨチュ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 、ありがとう。いつだか小倉島、あ、なんて読むやったっけ、また忘れた、さっき何て言ってたっけ、小倉島高校、小倉島やったっけ、何やったっけ、もう忘れた。ライジャメさんありがとう、ありがとう、戻したね、なめこしほんまにやめて、じゃあ亀の足怖い、そのアバターめっちゃ可愛い。玉ねぎさんありがとう、お疲れ様です。初見でさんですよね、ありがとうございます。あの桜さんがファンルームにわざわざ載せていただいてたの知ってびっくりして、さっき見てみたんですよ、何気なく、めっちゃびっくりして、ありがとうございます。私もまた行きます、ほんまに。バナナちゃんありがとう、文明堂、ほんまにゆうちゃん大丈夫、てかまらちゃんもなんで潜ってる、バンバンバン、お疲れ様ありがとう、なんてこったやで、ほんまに。お兄ちゃんも最後までありがとう、こなつルームだからルナに言われた、こなつルームはコメントしづらいねみたいな、星だけ全力で行くけどコメントはしづらいねって言われたら切なきみんなかまって、お兄ちゃんもありがとう、地元鹿児島のこと勉強してください待って、でも鹿児島で生まれて0歳で大阪に行ったから何も知らないんですよ、ね、手にマジックがねでしょ、めっちゃ頑張ったよこんちゃんにもんかもんもんとか言われてしまったけど、あ、聞いた、あなたま、え、あなたま、そう、ありがとう、ほんまに、あきひとちゃんありがとう、花束まで、ルームなめさんまたねって、なめこしも、皆さんなめこしも配信者なんです、ありがとう。ではでは、明日も5時から配信します。明日も5時から5時30分ぐらいまで配信して、その後20時から配信します。そうしよう、なんか23時ってさ、配信する意味あると思う、ないやんな、あんまり。23時もさ、言うて激戦やからさ、初見さんと出会うことはあんまないやんな。じゃあ20、やっぱ早朝配信とこの時間にしよっかな。手にマジック使える、ありがとう、僕現時点で22って僕にしてはすごくない、ちょーくんさがき、ありがとう、頑張ってる、よちよちよち、星投げ疲れたって最近めっちゃ言っとったのに、ありがとう。タムちゃん小豆島って24の、あ、知ってる、24の瞳って、だってさ、役者とかさ、舞台なんか劇団とか書いてたら絶対知ってるやんな、知ってる、24の瞳、私出たかったもん、その舞台。そうなんや、そうか、確かに、え、そうなんか、それはちゃんと、エアローの森さん、マネリー、お疲れ様、ハートハート、チョコマネちゃん返し、ありがとう。あ、壇上読んですぐ終わります。僕も0歳で引っ越したら、せやん、のぼるさん、実は私たちって運命なんじゃん、私とのぼるさんって実は赤い糸で繋がれてるんじゃ。キララさん、待って、キララさん、ありがとう、私も愛してるよ、キララさん愛してるよ、ちょ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 ありがとう、こんにちは、ありがとう、大好き、もう大好き、本当に忘れはしない、忘れはしない、チェキイベのあの日を。でもなんでそんな何も知らんの、なんてやろうな、分かれへん、聞いてんけど多分忘れてんねん。あ、左手の恋人さん、配信者さんです、いつもお世話になってます、ありがとうございます、また行かせていただきます。あ、ケースちゃんもカウントありがとう、じゃあケースちゃんのカウントが終わったら、その前に壇上読んで終わります。自分以外のことの興味あるよみんなの興味ある、リスナーさんに興味がある、昼のゴミ箱配信はしない、あ、なんか休憩がさ、最近30分休憩が多いんですよね、1時間休憩だったら移動含めていけるんですけど、30分休憩との結局15分配信しかできないんですよね。1時間休憩の日があったらまた配信します。朝早い配信だから、ありがとう、バナージちゃん、ファンちゃんもありがとう。では男女を読みます。13位からヒロシャン、13位ヒロシャン、12位アキヒトッチ、11位チャコ、
10位おにちゃりん、9位たまきっちゃん、8位メルモ様、7位こだらがんちゃん、6位パカニキ、5位ロックさん、4位かくちゃん、3位たんぱちゃん、2位なめこし、1位ちょこまろちゃん。昨日に引き続き、あ、おとといに引き続き男女1位ありがとう。癒やしや、なたものさん、なたものさん、お星様ありがとうございます。ありがとう、なたものさんのカウントが終わったら終わります。ありがとうございます。更新してへんのか、え、そう、更新しないですよ、更新しないですよ、もう終わっちゃいます。ありがとうございます。パンチありがとう。キララさん50、 I love you、 I love you、 キララちゃんに出会えて幸せだよ。あ、ホルさんなんで潜ってる、ホルさんもねえ、鹿児島県肝付近からゼロさよ。なんでダメも、しかも気持ちキング覚えなくていいから、もうほんまに怖い、やばい、オルさん私のやばい全てを知って、そう、 知られていく。なたもなさん挨拶もありがとうございます。ではさらさら紙芝居なくてすいません。いや本当に見に来てくださいよ紙芝居。皆さん挨拶ありがとうございます。ではではそろそろ終わります。明日も5時から、あ、違う、なたもなさんのカウントがまだ途中、ああと20なんで、あと30カウントで終わります。マネブーちゃん戻ってきた、おかえりマネブーちゃん。皆さんありがとうございます。明日何しよっかな、何しよっかな、明日何しよっかな、悩む、あーほんまに悩む、まあ、悩んだらとりあえず雑談か、雑談か紙芝居かカラオケみたいなネタが、夏目タンパちゃん、夏目まさこさんがよかった、英語でさよならはグッバイでなく See you って言うのよ。あ、そうなんや、英語でさよならはグッバイ、え、どういうこと、英語でさよならは、英語でさよならはグッバイなく See you って言うのよっていうセリフがあるってこと。 See you、 え、どういうこと、そういうセリフがあるんかな。からちゃちゃちゃありがとう、神社お兄ちゃんいつも爆笑ありがとう。あ、チュッチャさんもカウントありがとうございます。チュッチャさん、あ、もう桜さんルームからめっちゃカウント隊来ていただいてます、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、桜さんルームがやばい、ありがとうございます。私もまた行かせていただこう、カウントが終わったら終わります。すいません、なんか全然ゆっくりカウントしてください、ありがとうございます、ほんまに。紙芝居ハトを食べ過ぎてくださいそう、一言でまとめると、のぼるさんがちょっと見たそうだから、じゃあカウントを待ってる間に今日の絵を紹介していきます。プースカが泣いてて、ニュースがあっても、小夏が怪しくて、小夏の顔がだんだん紫になっていき、こんな感じの、こんな感じで鳩を食べてる小夏、血だらけ小夏こんな紙芝居してました。マネブーちゃんありがとう、なたむらさんもありがとうございます。のぶさん、空想の話をリアルこなさんのかもねえ、ほんまに失礼だ、え、ほんまに、え、もうさ、私雑談配信にさ、なんか思わなかったらどうしようと思ってさ、ちゅんちゅさん簡単に言うと、かりちゃさん感謝ありがとうございます。いや、じゃあ爆笑爆笑爆笑ネタ考えたか、ほんまきららちゃん、ちゅ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 、こなつが怪しい、じゃあほんまに怪しいって言われる、失礼な、階段風にしたのか、ただ雑なのか、え、階段風にしたんですよ、ちょっと気持ち悪い感じで絵を描いて、ちょっとえぐい感じでしたかったんですけど、なんか滑って終わった。で、最終的にこうなってこうなって、バレたなってなって、見たなってなって、ハトを食べてるところを見たなってなって、プース見てしまったプースカが食べられて、プースカ死亡しての、顔が真っ青になって、小夏も消えていくっていう話でした。あ、カウント、本当かな、ありがとうございます、カウントしてくださって。小夏さんの性格、私の生活ひたすらショールームして仕事行って帰ってるよね。ちゅうちゅさん50、お疲れ様です、ありがとうございました、また遊びに行かせていただきます。桜さんルーム、ありがとうございます。マネにありがとう。小夏は鉄板で年頃さん大好き。嘘とかな、時間なかったやろ、バレたか、バレたか、ニーニーちゃんやっぱり、え、ニーニーちゃん飛ばしたうせやん、ごめん、あ、こたつ配信中か、やれやれ、ね、やれやれ、やめて、りんちゃんやりやり嫌や。では終わります。こりつさんありがとう、こりつさん大好き、私前こりつさんさ好きすぎて泣いちゃったことがある、そのぐらい好き、みんな大好きです、
ほんまにいつもありがとうございます。では、あ、クレジさんのお質問落ちてた、おろくな。ありがとうございます。皆さん、ほんまにありがとう。あ、ひでくまさん、愛を込めて、ひでくまさん、お疲れ様、スミンちゃんルームからありがとうございます。なんか、ほんとにたくさんの方、各ルームの方も来ていただいてて、でも全然回りきれてなくて、ほんま申し訳ないって感じなんですけど、皆さん、ぜひ、スミンちゃんルームの応援もよろしくお願いします。では終わります。プスカファイトってマネリーありがとう。トシゴロウさんお疲れ、お疲れです。ありがとうございます。キュマ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 のしてないキュマキュマのし。では終わります。5、コリツさんありがとうございました。5、4、3、2、1。神社は時間かかるのせやね、時間かかってん。お疲れ様です。こたつの終わり。私は終わりません。私は生き続けます。お疲れ様です。ありがとう。終わって大丈夫かな。終わりますね。5、4、3、2、1。お疲れ様です。ほんまに終わっちゃいます。ありがとう。あ、関東嘘、ちょっと待って。あ、孤立さんかな。ありがとうございます。あ、健月さんも関東ありがとうございます。はじめましてですよね。はじめましてだってますよね。あれ、ちょっと待って。あれ、はじめましてだってますよね。月さん、あ、違う、2回目だっけ。あれ、違う、初めまして。あれ、わかんない、やばい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 。えぐちさん、カウントありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。グッナイト、ありがとう。レイグツさん、ありがとうございます。レイグツさんとコニツさんのカウントが終わったのカウントダウン入りましたね。え、じゃあ待ってる間からカラオケ配信していい？それか更新した方がいい。やっぱカラオケ配信して終わろうかな。いや、でもなんか微妙にまたこうやってダラダラいっちゃうから、このまま終わるかな。出口さんのカウントが終わったら終わります。本当にお忙しい中ありがとうございます。29かな。ありがとうございます。あれ、ありがとう。お兄ちゃんもありがとう。お疲れ様。出口さんまで年頃さん お知り合いなんですか。ありがとうございます、ほんまに。じゃあ待ってる間何しようかな。お待ちしてる間怖い話する。怖い話、あ、じゃあ私の歴代好きになった人の名前配信もう一回言います。人生で初めて恋した名前がようくんやった。私生まれて2歳の記憶があるんですよ。2歳から記憶があって、あ、じゃあ3歳からかな。3歳ぐらいから記憶があって、3歳の時好きな人の名前がよしこじゃないようくんやった。ようくん、みなみようくん覚えてんねんけど、あ、バラン、ちょっと待って、めっちゃ喋っとった。待って、レイグツさんありがとうございます。10個もありがとうございます。レイグツさん初めましてですよね。ちょっと待って、ありがとうございます。びっくり、ありがとうございます。バランの花をレイグツさんに送ろう。ありがとうございます。びっくりした。ありがとうございます。ありがとう。コリツさんもいつもありがとうございます。よしこ、よしこ、え、違うよ、ヨーくん、ヨーくん、初恋はヨーくん、そしてその後ミーくんに恋をして、ミーくんに恋をして、ヨネに恋をして、全部覚えてるけど、そしてミーくんはカズキって名前やって、でその後ヨシくんからの、ヨシくんからのコンちゃんからの、現在はリスナーさんに恋をしてます。ハート。この人おかまご時間、あ、はじめまして、ありがとうございます。体調すぐれないって大丈夫ですか。やば、本当に今みんなさ体調悪いですよね。ありがとうございます。本当にゆっくり休んでくださいね。ありがとうございます。この人知ってる人、知ってる人、ちょっと待って、バンチャンルームの方知ってる人、名前変えてる。でもなんか確かになんかさ、初見さんって言ってないもんね。誰ですか。ジャスミンさん、いや違う、あ、待って、めっちゃ気になる。ソランちゃんちゃうよな。待って、トシゴロウさん、待って、バンチャンルームの方、トシゴロウさんと私が知ってるってことはバンチャンルームの方。せやん、だから更新しないで、これと監督、確かに確かに、でも待っちゃう、更新したらまたまたさだらだらこのままもっといっちゃうかもしれんから終わっちゃいます。イルカさん、あ、
ないよって終わっちゃいます、え終わっちゃう、すいません、え終わっちゃいますね、今大丈夫やんな、せっかくイルカさん来てくださったけどありがとうございます、めっちゃ嬉しいです、よかったらまた遊びに来てください、では本番の本番に終わります、5、4、3、2、1、おやすみ、ありがとうございます、お疲れ様です、本番の本番のおやすみなさい、ありがとう、はい、わる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 、なんかいいんかなみたいな。